こんにちは。一つだけエアガン持つしたら何持ちますかっていうやつ、以前になんか実銃が持てたらどうこうっていう話もあったじゃないですか。じゃあ実際問題、まあ、これ見てる方大体もうエアガン持ってると思うし、これからもうあれだって決めてる方も多いし、まあ、人によったらね、なんかエアガン欲しいけど何かわからないっていう方もいらっしゃるか。はい、というわけで私の場合はね、わかるでしょ、アイキャパのレースガン一丁あればいいかなっていう感じですね。もういいところ悪いところ言いましょうか。まあいいところはね、あのトリガープル軽いし、命中精度もめっちゃ高いし、連射しやすくて最高ですね最高スティールじゃねえ、やるんだったらね。悪いところはね、ホップもないんですよ。まあ近距離しか打たないし、まあホップがあることによって微妙に上がったりとかね、弾とか左右されて、まあ上下動がの可能性を減らすことができるので、私はホップは切ってます。まあどちらにしてもスティールの場合で8メートルぐらいまでしか打たないんで、まあホップなしの方がいいかなという感じですかね。まあ他にはまあ悪い点としては、まあちょっとなんですかね、シングルアクションだけしかないんで、ダブルアクションに比べてまあね、あの選択肢が少なくなるので、まあダブルで打ちたい時とか打てないとか、まあそういうのもあるじゃないですか。まあそういうことで、まあ何やるかですよね、要はね。私の場合スティールチャレンジの競技が好きなので、まあ、もう一応いいんだったら APS-3 とかになりますかね。はい、よかったら皆さんがもうこれ一応あればもうご飯何杯でもいけるような、まあ、おすすめというかね、まあ、おすすめないんですよ、人それぞれやっぱりやることとかね違うじゃないですか。なのでこれ一応あったらいいっていうやつと、簡単に一行で、まあ、いいところと悪いところ、まあ、絶対いいところと悪いところあるんですよ、エアガンね。はい、完璧なのはないんで、まあ、よかったらね、エアガン買う場合に参考になると思いますので、よかったら教えていただければ嬉しく思います。というわけでエアガン一丁だけ用意するとしたら何持ちますかっていう動画でした。よかったらご協力ください。最後までご視聴ありがとうございます。